はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、自家製ハンドクリームの作り方をですね、動画でお送りさせていただければと思います。はい、私はですね、自家製のハンドクリームを使ってですね、リップクリームだったりとか、手の保湿っていうところで活用しているんですけども、市販のですね、ハンドクリームだったり、リップクリームっていうのは買わないんですね。なぜかというと、市販のものって、余計なものが入ってしまっていたりとか、余計なものが入っていないものっていうのは、やけに高かったりするんですよ。で、昔はそういうのを買っていたんですけども、中身を見たらですね、これ簡単に自分で作れんじゃんっていうことに気づいてですね、自分で作るようになりました。はい、本当に簡単な材料で、時間も短くてですね、本当にもう 2,3 分あれば作れてしまいますので、私がですね、いつも作っている自家製のハンドクリームの作り方を動画でお送りしたいと思います。はい、でまず材料としてはこのビーズワックス、蜜蝋ですね。はい、蜜蝋とあとココナッツオイルですね。はい、ココナッツオイルとあとこれは日増し油ですね。はい、カスターオイルとも言いますけども、これを用意します。はい、で実際ですね、この蜜蝋とココナッツオイルだけでもいけるんですけども、ココナッツオイルだけですと、冬に使うものなので硬くなっちゃうんですよ。なのでこの日増し油を使った方が、保湿性にも優れている油なので、あと粘性があるので、ちょうどいい具合の硬さになるので、これを半々で使うようにしています。はい、でまずですね、1人前としては、1人用としてはですね、これ 40ml 入っているのはこれ2人分今回作るからなんですね。で 20ml を入れてもらって、 20ml のオイルとあと 2g の蜜蝋ですね。はい、これは量りで使っていただきたいんですけども、ココナッツオイルとココナッツオイルと日増し油は半々で入れてます。なので、20ml 使うとしたら、10ml、10ml っていう形と、2g の蜜蝋ですね。で、これは2人前なので、20ml のココナッツオイルと、20ml の日増し油と、あと 4g の蜜蝋が入ってる。これをとりあえず混ぜるんですね。耐熱の容器にですね。で、これをですね、ただですね、湯煎するだけなんですよ。じゃあ、これから湯煎していきたいと思います。あと、この容器は、遮光のですね、容器になります。はい、じゃあこれから湯煎していきます。はい、湯煎にはですね、このいつもお世話になっているですね、アラジンさんを使っていきます。はい、ガスコンロの端っこに置いてもらっても大丈夫です。このようなごとくにですね、置いていただければ湯煎されます。これをですね、大体この、温度にもよるんですけども、大体2、3分ってところですかね、を待つと、どん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 この蜜蝋とですね、オイルが混ざってきます。ちょっとしばらく待っていくような形です。約1分経過です。だいぶ蜜蝋が溶けてきましたね。溶けてきたのか。溶けてきたね。約2分経過です。もうそろそろ良さそうな感じがしますね。もうちょっとだね。メーナ、はい、約3分経過ですね。もうそろそろ良さそうですね。じゃあ取っていきます。できたね。はい、ストーブの上から取り出してきました。今ですね、こんな感じでちょっと分離している状態であるんですけども、ここでお好みでですね、何かしらの、エッセンシャルオイルをですね、入れていただくのも手です。私はペパーミントをですね、よく入れたりします。本当1、2滴でいいので、お好みで入れていただくといいと思います。でこれを、分離させないようにですね、くるくるくるっと、スプーンの柄とかでもいいので混ぜていただいて、であとはこれを容器に入れていただくっていう形ですね。もうちょっと瓶熱いので気をつけていただいて、はい、入れました。であとはですね、もうこれを少し置いてですね、固まるまで待つっていうような形になります。もうあとは待ちですね。まだ透明ですが、これが冷えてくると少し
黄色がかった色になってくると思います。リンゴ美味しい？うん。ここからは待ちですね。はい、完成しました。だいたい 2,3 分置けばですね、このくらい固まってきますので、あとはもう蓋を閉めるだけですね。はい、かんちゃんほらこれ閉めて。はい、まあ本当にですね、材料を混ぜて温めて、そしてちょっと混ぜて容器に入れて待つだけっていう形なので、本当にもう慣れてしまえば 2,3 分でできてしまいます。はい、またですね、これで使った、まあ、必要な材料だったり、そういったものも下にリンク貼っておきますので、この動画をですね、参考に作っていただければと思います。はい、まあ、市販のですね、変なものを買うよりも、もう自宅でですね、自家製で簡単に作ることできます。あとこれ、まあハンドクリームとリップクリームに対してもそうなんですけど、ヘアワックスとかにも使えますので、ぜひですね、ご活用いただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。